西系の手相談室ボリューム34。このコーナーは手の写真と質問内容を見ながら手相を解説したり、独断と偏見で質問にお答えしていくコーナーです。ブログメルマガなどで不定期に手相とご質問を募集しています。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。今日の質問はこちらです。40代女性公務員今年人事異動がありましたが、今の仕事が嫌になってきています。 次の移動も働きにくい環境になるのではと考えると、子供も定年まで働き続けられるか不安です。昨年、マイホームを購入したばかりですが、仕事も何もかもすべて放り出して逃げ出したいという気持ちもあります。私が動くべき時期はいつ頃が良いでしょうかというご質問をいただきましたのでお答えしていきます。手の写真がこちらです。ネイルの色や 指の形などからですね、えー、比較的大事に育てられた末っ子のような可愛がられ方をしてきたような、えー、そんな人柄ですかね、はいでえー。薬指や小指のつき方などからもですね、えー、この方はですね、どうやったら気に入られるかとか、えー、そういったものをね、自然に分かる方なので、 組織の中では、比較的自分が行きやすいポジションに入り込みやすい人なんじゃないかなというのがありまして、えー、まあそういった、えー、今ね、組織の中で動いているというのは、えー、かなりまずね、合っているんじゃないかなと思います。はい、でただですね、ちょっとね、昨年頃からですね、えー、人事や上司との相性みたいなものが悪くなってきておりまして、 上司や組織がこの方を何か勘違いしているように見えまして、えー、っともしかするとなんですけれども、えー、っと実力以上の何かこう、えー、期待をしているというのがあります。で、この方の人事異動が、まあ、見かけ上ですね、出世っぽくなっているんですが、 えと部下とか、えー、仲間とかそういった方がですね助けてくれる人がいない、えー、環境に移、えー、動になったんじゃないかなと思われましてでなので今、ですね、まあ、その孤独だとか孤立みたいなものがかなり、えー、強くなっているというのが出ております。 で今の職場環境の流れなんですけども、えー、2027年ごろですね、えー、そのあたりを過ぎると、えーまあ、流れが変わってきますので、まあ、いつごろ動くべきかというご質問に対しては、えー、2027年ごろを一つ目安にしていただければと思います。 でえー、そこを過ぎると次の、えー、職場環境では比較的安定した、えー、職場環境だったりとか今までやったことがあるような環境に戻るような、えー、そんなイメージになります。でえー、もしマイホームのことが、まあ、気になるようであれば まあそのね、手放すかどうかっていうこと,いうことも、2027年のそのタイミングでいいんじゃないかなというのはあります。で、今はですね、金銭面でも大,大胆には動けないと思うので、えー、まあこのね、2、3年ですね、の間を、まあ、いかに過ごすかという感じなんですが、意外とですね、まあこの今ね、移動したばかりのタイミングは少しきつい時期にも入ってくるんですが、えっ、ー、とまあ、 まあ比較的ですね、まあ、状況が安定したりとか、先ほど申し上げましたように、出世っていうのが、えー、なんか全体として出ていまして、えー、ともしかすると、ご本人は、あまり矢面に立たされたくないタイプなのかもしれませんけれども、まあ、いわゆるまあ大機晩成というか、えー、晩年に出世とか評価をされていくという方になります。なので、えー、まあそれはね、まあ、この親指のね、えー、ずっしりとした親指のね、つき方などから。 判断しているんですけども、まあ、非常にですね、えーまあ、今後安定していく方だ,ろうな方だろうなというのがありますので、まあ、今は、えー、その転換期ですね、えー、ということで、まあ、もう少しちょっとね、耐えてもいいんじゃないかなというのがあります。はい、で、えーまあ、そうですね、で、まあ、比較的ですね、えー、まあ、なんていうかな、あのまあ、先ほど,ほども言いましたように、この 出世とか評価っていうのがあるので、えー、っと、なんていうか、まあ、ちょっとね、あの、癒しというか、 えー、仕事が忙しくなってきたときに、えー、まあ、ペットというか、えー、なんか、この、この子のために頑張ろうと思えるね、そんな存在がいると、少しはん、あの、ふん張りが効きそうなので、なので、まあ、そういった、まあ、癒し的な存在が、えー、いると、えー、今のね、きつい時期や、これ、今後は、え、今後もね、えー、切り抜けられるんじゃないかなというのがあります。ペットや、癒しですね。 癒してね。的な存在ですかね。はい。これがちょっと鍵になってきますと。はい、ということで、以上になります、えー。詳しい見方やなぜそう判断したのかの理由は、メールマガジン、ポンツー山奥で解説しております。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。このチャンネルでは手相や占いについての実践的な情報を発信しておりますので、チャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。西京でした。バイバーイ。